厚生山中学校、高等学校は、広島県呉市青山町に所在し、中高一貫教育を提供する私立中学校、高等学校。校名は、所在地の地名に由来しており、東京都にて、青山学院大学などを運営する、学校法人青山学院との関係はない。中学校の卒業式はなく、その代わりに、中学3年生終了式が行われる。 高校卒業後の進路としては大学への進学が多い。高生山中学校は当初、呉青山学院中学校という校名で開校した。これは、同校の所在地に由来するものであったが、東京都にある学校法人青山学院は、学校法人清水川岡学園に対して、商標権の侵害及び不正競争行為であるとして、名称の使用差し止めの訴訟を提起した。 2001年7月、東京地方裁判所は、清水川岡学園側の中学校のある地名を示しただけという主張を退りけ、呉は広島の都市名として全国的に知られているが、広島県に青山という地域があることは知られておらず、名称全体では、青山学院の部分が特に注意を引く。青山学院は、首都圏を中心に広く知られており、被告の名称は、 青山学院と関連がある呉市の中学校を連想させ、不正競争防止法2条1項2号に規定する不正競争行為に該当する。として、清水が丘学園が青山学院の文字を含めた学校名を使うことを禁じる判決を言い渡した。この判決に対し、被告の清水が丘学園は即日控訴したが、その後学園は公名から 学院を外しクレアを山中学校に解消し、コースを取り下げた。当時の清水が岡学園理事長であった原田刑事は、本件の責任を取り理事長職を辞任した。ありがとうございます。